今週の第四位ジャード翼を広げてをお聞きいただいていますリクエストは大阪府の道芝初音さん長崎県長崎市の斉藤理恵さん他たくさんの方からいただきましたさあそれではここで今日二組目のゲストをご紹介しましょうゆいさんですよろしくお願いします,いいすよろしくお願いします,ししますなんか気がついたら2006年9月23日以来ってこの番組はい久々ですねスペイン作家も久々ですか そうです久々ですはい。超近い近い皆さん来てくれてありがとうございます近いですよしかもめちゃめちゃたくさん人来てくれてるみたいで今後ろにずわと並んでくれてるんですけども嬉しいですねちこちゃん初めてはい初めましてです初めましてそんなこと言うのなんですけどゆいさんってすごい可愛いでしょ可愛らしいですね思ったより小柄ですよねそうそうそうありがとうございます なんで急にこ、あ、急に小声になるんだろう。噛み締めながら。<laughs> <laughs> あ、そうか。<laughs> はい。あ、ちょっとファッションチェックというか、こんな感じの服着てるよみたいな、ちかちゃんちょっとチカチカチ T シャツに上にこう、羽織って、グレーの。ね<え>。はい。ンでその T シャツ面白い。ですけどもね。え,え<う>ですね、それ。 可愛いい、かわいい T シャツをね、カエルさんの T シャツですかカエルあ、違いますいやいや、緑色、なんか女の子なんじゃないのいいやや女の子のね女の子の洋服が緑色ちょっと羽織ってるから、そこしか見えないからねお腹の部分だけ見るとカエルかっていうねミッキーですねあー、ミッキーであるけすそこら紛れもなくミッキーですね怪しいミッキーなんですけど、なんかねえ、買い物とかで夏物あーもうごめんなさい、もう人たいっぱいだからどんどん入れ替わりになっちゃうんですけどもね、申し訳ない、短くて えゆいさんって最近洋服とか買いに行く暇とかもなかなかないんじゃないですか、はい、ねえ忙しいんじゃないですかそうですねいやもう空いたら結構見に行ったりとか休みありました最近一日とか丸一日ありますよ<お><お>はいそうですね<ー><の>何しましまた丸1日あってえー、そうですねボーッとしたり <laughs> <laughs> ボーっとしたり <laughs> ボーっとすると夕方になってちょっぴり後悔しませんああボーっとしちゃったとか寝ちゃったとかねえ もう今日本当にたくさんの方来ていただいてるんで、えー、女の子のファンも多いですね、はい、嬉しい、えー、この後アルバムの話もたっぷりしようと思いますということで、はい、この後もよろしくお願いしますさあ早速アルバムから一曲お届けしましょうゆいさんから曲紹介をお願いしていいですかはい聴いてくださいゆいでラフアウェイ 4月9日リリースの結衣さんのニューアルバム「i l o v e d y e s t r d a y からラフ・ァウェイをお聞きいいいただいていますねえあのーはい、メッセージもたくさん来てるんですけども、はい、青森県のこれは何ともだろう、いたや板柳町町、うんうん、リッチョンからいただきましたちょっとこれ読んでもらってみますか,ち,かちゃんはい新曲のラフ・ァウェイは速攻で着歌にしました結衣<ー>さんめちゃくちゃ大好きです。 ところでなんですが、由依さんは肌も綺麗で羨ましい限りなんですが美容とかで気をつけてることってありますかやってるんなんかそうですねな、何かやってるかないや、別に無理に作らなくていいですよすごい、本当に綺麗ですよね綺麗ないやいや、私は塗ってますから、いや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 。あなんか別にそんなに気にしないタイプですかそうですね特別何かやってる感じ 敏感肌なのであんまなんか逆に入ってるものとか使えないんですよね。の、ね、のものというかすごいんだよねなんかファンの方が「y っチームユッピーライフって書いてあるファンの方はユッピーって呼んでくれるんですかユイちゃんとかじゃなくてそ,そうですねあのホームページの中で「ゆいラジオ」っていうのがあるんですけれどもその中でなんか新しいキャラ キャラクターみたいなのがあって、うん、それでユッピーっていう名前をつけてもらったんですよ、ね、そうだから今日ねあのメッセージボードみたいにユッピーユッピーってみんな書いてくれたりとかしてるんですよね、うん、はいうんそうなんですよあの今回のアルバム I loved y e s t e r d なんですけども、はい、あのさっき聞いたラファーウェイから始まるアルバムなんですけれどもはい、はい、なんかあの一枚ごとに本当に着実になんかこう アーティストとして階段登ってんなみたいな感じを聞いててはい親戚のおっちゃんみたいな私なんかおじさんおじさんもう人のおじさんですよいえいすよね。あ、でも楽しそうですよねなんかやっぱりアルバムなんか本当に歌うことが好きなんだなっていうそうですねやっぱり歌ったりとか演奏してる時は楽しくてコーラスとかもすごいたくさん試したりとか僕はギターソロとかも結構弾いてますよねなんかねはい弾かせてもらいましたそういう時ちょっと緊張するんですか ギターソロ弾いいちゃううけどみたなそですね緊張しますけどももうほんとリズムに乗りながらっていうのを意識してやっていきましたね。いて気になったた曲とかかあっんんですよねなね私はですねもちろんこの「ラフ・アウェイ」もいいですし「涙色」とかも好きなんですけれども一番最後の「甘いロング」という曲この歌詞がですねすごいんですよね分かり合えないねあなたとはとかこう。 譲れないものがある。譲るわけにはいかないよ。困らせたりしたくないよとか。はい。なんかその辺がすごくこう、芯が強くて、素直な方なんだなっていうのがすごく伝わってくるんですよね。うん、だって普通、分かり合いたいって書くじゃないですか。はい。でも、分かり合えないねって、なかなかこれ、歌詞で書くのって難しくないですかそうです、ね。で囲気がいますよ。はい。やっぱり、 そうですね譲れない守りたいものが一つあって、うん、でも別にそのために困らせたくてやってるわけじゃなくて、うん、っていうそういう葛藤だったりっていうのがあってで,でも分かり合えないねっていうのはそのなんか言ってるけどもでも本当は分かり合えたりしたいことなんだけども、うん、難しい時もあるなっていうのをすごく思って、うんうん、で最後「アンマイ・ロング」ということでこんな気持ちになってしまう自分が悪いのっていうふうに、ん 歌ってる曲なんですよね、はい、でもやっぱりねあのそんな思いも抱えながらもやっぱり私は歌を歌い続けていくんだっていうすごい僕はなんかあの決意表明みたいなのが最後に来てるからなんかねう,ん、そう次につなげていきたいっていう,気持ちがうい最後に置くには象徴的な曲だなーっていうふうに、ね、ありがとうございます思ったんですけど、はい、あ,とあとね僕やっぱ喋り手として気になるのはねやっぱラブイズオールはすごい気になるよねやっぱなんかねあれると思うんですけど。<ー>はい。 そうです、ね。そう、やっぱこういう番組にお呼びして、まあどういうたかというと、そ,うね、その、はい、いわゆるインタビューアーの人とかね、音楽評論家の人とかとの話を、なんか、多分実際にこういうことあったんですかなんか、ちょっと合わなかったっていうか。うね、はい、そうですね。取材の時に、とかに、うん、あの、曲をちゃんと聴いてないんだなって感じた時があって。うん、なんか分かっちゃった。そういうは。はい。で、<ー>もうちょっと、なんか、はい ちゃんと聴いてほしいなって思った感情が爆発しちゃった曲っていうことで、でもすごくその音楽を心を込めて作ってるんだっていう気持ちを再確認したりとか、うん、あとは本当に偽物だ本物だって言ってるけど、あなた自身はどう思ってるの っていかける曲というか。心にぐさっと来て、今日、ゆいちゃんに何を聞こうかと思って、なんか、聞いたら何も言えないんじゃないかなってでも、こう思われてるんじゃないかって、時々してきちゃいますよね。はい。愛がすべてっていうタイトルソールに繋がってますね。でも、ゆいちゃんってほら、音楽にもすごい一生懸命ですけど、こういうお話の時も、はい。チカちゃん思わなかったら、すっごい目を見て、はい。そうなんです、いや、別に、そんな見返せなくていい。や、別にね、戦えないんで <laughs> すごいでしょ目の力とかもじっとこう見てくる感じでだからなんかちょっと力抜いてとか逆にできない感じのとこもあるんですかなんかどうか、ね。ちょっと楽にいくかみたいな感じのところがそんな不器用だったりするとこもあるのかなああでもそうですね緊張しなくていい時に緊張してたりとかそういうのすごくあると思うんですけどもでもなんか楽しみたいなっていうのはすごく思いますね、はい、でも今日もほらこんな近くにファンの皆さんいても普通は緊張するとこですけど まあみんながこれだけ応援してくれればなんかね。はいもうありがたいですね。ねえ。まあもうねう本当にたくさん並んでらっしゃるんでもうどん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 どこ多少こう流れ作業的になっちゃったりとかするんですけどはいね。であの今回あのジャケットが初回版と通常版と似てるけど違うんですけどもはいねえそれに込められた意味とかもぜひ教えてくださいこれ。はいそうですね。ジャケットあの段ボールがいっぱいこう渦みたいになってるところに。 初回版の方は、うずくまってギターを抱えてるんですけれども、で、ダンボールはあのうずになってるのが、うん、感情っていうのが、こう決められ、あのか表現されていて、<ー>で、その中で、はい、あの、こううずくまってるのは、こう感情を秘めてるっていう感じで、うん、で、通常版の方は飛び出していく感じっていうか、そういうところを、こうイメージし、表現できたかなと思いますね。う,ーんうん。はい。あのー。えー なんかねすごいそれがほら今そのは20歳、はい、あ二21になりましたしっかりしてますよね。やっぱなんか自分でもなんか大人にならなきゃとかなんかそういう気持ちもあったりとかするんですか一人前のアーティストに,ううになっていかなきゃとかそうですねやっぱ常にそういうプレッシャーを感じた方がいいと思いますし。うんそう 成長していきたいなって気持ちはありますね,ね、はい、と思って最近どんなことにはまっているのかなと思ったらえー、散歩っていう <laughs> なんか大人ってよりなんかちょっとお年寄りな感じが <laughs> いやいやいやなんですか<や>散歩ってそうですねいや本当に暖かくなっまあちょっと天気雨になったりとか寒くなったりもありますけども本当暖かい日とかは気持ちよくって <laughs> 散歩してるんですか、うん、散歩したりしますねあ結構遠くまで行ったりするんですかどれぐらい歩いてるんですか そうですでもほんと気ままにちょっとしか歩かない時もあればちょっと知らない道に入っちゃおうみたいな時もあれば遠いとこまで行く時もあるしそこで曲ができたりする時もあるんですかあ今のところないですけどそういう時もあると思いますね歌詞インスピレーション受けたり なんかもうすでに、はい、新しい曲とかもなんかできつつあるなんて話も聞いたんですけどそうですねもうマイペースにアルバム出来上がって一時、うん、曲は作らないかなって思ってたんですけどうん、うん、でももうアイデアも浮かんできてうん、うん、すごい楽しみに作ってます、うんうん、すごくでもコンスタントにアルバム出されてますよね結構大変じゃないですかしかもほらまたツアーもあるじゃないですかで、ねえね、ツアー5月5日からだからもうすぐですよ、はいで え全国22箇所25公演のツアーがスタートするということで、はいはい、その準備ももうされてるわけでしょそううですすねねもう準備に入ってきてきまと思ったらこんなメッセージ来ました宮城県のんから。はい アイラブドイエスタで早速買いましたよ。毎日寝るとき聞いてます。そしたらこの前、夢にゆいさんが出てきたんです。全国ツアーのどこかわからない場所での公演のリハーサルの場所に僕がなぜかいたんです。それでゆいさんといろいろお話ししたような気がします。ありがとうございます。完全にちょっと妄想入ってますけどしょうがないですね。好きな人夢に出てくるんですよ。出演させていただき、ありがとうございます。みたいな。そこでですね、ゆいさんは誰か有名人が夢に出てきたことありますかありますいつも来てますよ。そうですね。誰か。 あるかなロックスターとかわかんないですけど好きなアーティストとかでもほんとにあんまりそんなになんかこう注目してたってわけじゃないのに突然出てくるとかありますよね最近見た面白い夢なんかありましたこんななな夢見たたみい最近見た夢ちょっとでも友達が出てきたりとかしました最近ってない会ってない友達とかが出てきたんで元気にしてるかなと思って。 気がかりなんですか、うん、なんかき、なんか元気かなって思うんですかね。ね、実は無意識にね、思ってんのないと思うよね。でも、これからはほら、全国で待ってる人の皆さんの近くに行ける。 はい、そうです。ということでね、まあ今日はここにスペインスが来れた人はラッキーな方々ですけども、はい、全国でラジオ聞いてるもっともっと多くたくさんの方いらっしゃいますからね。はい、えー。で、ここで今日は、ゆうさんからプレゼントいただいております。はい、はいえー。オリジナルルームフレグランスを2名様にプレゼントいたします。<お>はい、応募方法は後ほどご紹介いたしますで。本当はここでお別れのはずだったんですけども、はい、あまりにたくさんの方が来ていらっしゃるということで、ああえー、この後もいていただきます。よろしくお願いします。はい、ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。 総口明と高岸加子が渋谷の東京 FM スペイン坂スタジオからオンエアでは4月12日付のベスト3の発表今週トップ3も混戦です。 え、まだまだ粘ってベスト3内をキープしています。DHC カウントダウンジャパン今週第3位は、60s, 70s, 80s から安室奈美恵さんでニュールック。福岡県福岡市の田中秀俊さん、山口県下関市の石川道恵さん、東京都秋島市の川本節子さん、他たくさんの方からリクエストいただきました。え、仕事が忙しくてすっかりペーパードライバーの安室奈美恵さんですが、つい先日やっと時間ができて、はい、自分で車を運転しようと思って車のエンジンかけたら、えー、あまりに運転してなかったんでしょうね。バッテリーが上がっていたっていう。あららら。 ねえ、たまにはエンジンかけてあげた方がいいと思います。ンンね、今週第3位は安室奈美恵さんのニュールックでした。 えー、島田紳介さんの一言によって結成されてしまったグループ、周知心のえデビューシングル初登場、大健闘です。はい、リクエストは埼玉県川口市のやっちゃん、神奈川県藤沢市の森本さん、北海道のかの子さん、他たくさんの方からいただきました。えー、鶴野武しさん、そして野久保直樹さんに上地祐介さんの3人によって結成されたスペシャルユニット、これはクイズ番組、クイズヘキサゴン2。えー、から、陳海答3人娘のユニット、ポバに続いてのデビューになると。はい。は ヘキサゴンは近に出たことあるんですかはい、あ。いや、出たことはないですけど見てます。<laughs> 私も出たことなんですけど、<laughs> 見てます。かなりチンカイトを続出さてます。ですよね,すよね。ほんとシングル売れてますよね。今週第2位は、シューチチンの、シューチンでした。 通算44枚目のシングル、堂々初登場、1位です。リクエストは、新潟県阿賀野市のアルビに夢中さん、香川県佐抜市のめぐみさん、兵庫県神戸市の,神戸市の岩井あみこさん、他たくさんの方からいただきました。今週第1位は、浜崎あゆみ、ミラクルワールド。 えー、この曲は浜崎あゆみさんのデビュー10周年シングルという位置づけなんですけども、そしてリリースされた4月8日記念すべきデビュー日。ね。<ー>普通これつ水曜日に発売するんですよね。はい。そうですよね。ソリコンスタイルの集計のあれもあって。 これ、あえて火曜日発売にしたという。デビュー日ということみたいですね。はい。え、5日からは、あゆみ浜崎アジアツアー2 0 0 8 1アニバーサリーがスタートしていて、えー、今日明日は宮城県のホットハウススーパーアリーナでコンサートだということです。えー、今週第一は浜崎あゆみさんのミラクルワールドでした。えー、今日発表した今週のベスト 10TFM 着信メロディーサービスで、番組が終わった後すぐに携帯の着メロとしてダウンロードすることができます。さらに、東京 FM の過去30年分のチャートからピックアップされた名曲の数々もダウンロードできます。携帯の東京 FM サイト、アドレス まは www.tfm.co.jp ですえーゆいさんまだスタジオにね残っていただいてはいもうファンの方が本当たくさんいるのでありがたいですありがとうございます嬉しいなあとかって言ってましたよねさっき嬉しすぎてフラッとなってましたよねフラッとちょっとめまい起こしてちょっとめまいてましたねはもう最近街とかも歩いてると歩きづらいでしょあーゆいちゃんゆいちゃんなーとかってああ、どうですかね 結構あんま気にしないで、フラッと散歩とか好きなんであ、そうかそうか、散歩してるんやってるんですけど、はいうん改めてどうですか、なんか久々にこんな距離であったなんておっしゃってましたけど、ファンの皆さんにそうですね、すごい緊張緊張じゃないかな、まあでもすごい嬉しくって、はいねこの二メートルの距離ですからね2メートルないかな、ぐらいの距離ですけどまた交代ですね、ありがとうございますこの次が最後の皆さんになるのかな、ふみに 結構幅広い層の方がいらっしゃいますよね。はい。女性も多いけど、男性も結構年齢的に幅広い。ね、学生の方もいれば、ちょっとユージャーのお父さんぐらいの方もいたりとかして。うん。客席とかも結構そんな感じですかライブとかの。そうですね。本当にちっちゃい子を、なんか肩車してる。親子で。親子の方とか。はい。ねえ。うーん。ちなみにあの、春からもそろそろ夏に変わっていきますけども。はい。 今年のうちに音楽以外のことでやっときたいことってなんかあります、えっと、これやっときたいなそうですね。うん、ずっと言ってるんですけども、うん、免許を、あまだ、取ってないので。<っ>それさっきの安室さんみたいに絶対ペーパードライバーになっちゃういす <laughs> <laughs> どうですかね。バッテリー上がってるとか。免許取ってどこに行きたいんですか運転してドライブとかそうですね。海とか。 あーいいですよねイメージいいですけど全部<ー>はいた素敵だろうなーっていうイメージですね。っねっていうか、はい、昨日,いい、ね、昨日一おとぐらいから「このアイ・ラブ・ディエスタ」で車の中ずっと聴きながら仕事場とか行ってるんですけど<お>すごい気持ちいいよ。 これ絶対自分で運転しながら、自分のアルバムを聞いた方がいいですよ。はい。改めて気持ちよさに気づきますから、これ。うん。全然また違う聞こえ方になるんですかね。ね<ー>はい。さあ、そしていよいよツアーも始まるということで。はい。今日は全国で聴いてくれてるたくさんの方もいます。その方に向かって、最後にちょっとメッセージもらってもいいでしょうか。はい、そうですね。ツアー始まるの、すごい楽しみなんですけれども。25公演ということで、まあ、行ったことも。ないところに行くので。うん、本当に。皆さんに会えるのを楽しみにしてます。ええー、これからも。 応援よろしくお願いします、うん。そしてまたスペイン坂で待っております。はい。今日ゲスト、ゆいさんでした。<い>ありがとうございました。ありがとうございました。